はい、ということで、これワープしました。どうすんの。いや、まあ、そんな感じ、もうバリバリ いたから。いやーね、いやー、ということでね、2枠目、2枠目ですよ。太枠内田です。え、太枠太枠って二重戦してないわ。ということでね、はい、シンガーズボイス東京2枠目、はい、始まりました。ましたね、ということでね、2枠目はね、まあ、重大発表って言ったんですけども、ギョギョギョ、まあ、ギョギョあれなんか似てることだったあれあった気がするな、どこだっけ。ということでね、重大発表なんですけども、そうそうそう、ついについに来ましたね、この時発表する日が。シンガーズボイス東京でいろいろちょっとお話をですね、ちょっと合間にパッ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 、ね、ちょっと喋りましたけどね、ちょっと喋った内容なんですけども、いよいよですね、いよいよですね、新メグロジェアにて、そう、ボーカリストアーティスト発掘オーディションがですね、オーディション開催決定。イエーイ、来たついにオーディションが始まっちゃいます。いや、始まっちゃいます、ね、まあね、いや、ちょっと一番最初の頃からね、やりたいなって、放送初日からね、一応ちょっとボソッと言ったことがこうやってもうこうやってね、実現されていくと、やっぱ言葉にしていくって大事だよね。やっぱ言霊、うん、言葉、素晴らしいっす。そう、引き寄せた、やっぱり言うことによってね、こう誰か、そうだね、実現するために協力者もいっぱい出てきてくれますし、いや、それでこういうね、うん、実現することができまして、新目黒ジャーコラボプロジェクトということで、そう、シンガーズボイス東京ということでね、僕らもね、すごい楽しみになって、でも初めて、もう本当に初めての試みなんで、そう、オーディションの審査側にね、もうそれ、大きい、ちょっともう、ドキドキが止まらないですけどね、本当に。ニヤニヤですよ。ニヤニヤって言ったら、もうちょっといやらしいんで、あ、なるほどね、ちょっと下心みたいな感じになっちゃうんで、なるほどね、もうニヤニヤ。ニヤニヤじゃない。もうね、そのオーディションの詳細等はもうネットにはもう出てますので、僕のブログと、あとフェイスブック、うん、ブログ誌ね、なんだ、あといろいろ、ツイッターとかね、うん、載せますんでね、URL は、うん、はい、そこちらでチェックして、あと、ね、うん、ブログ、あ、僕のブログも、ブログでもね、はい、はい、載せますんで、2人の、はい、ね、いろいろ SNS をチェックしていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、でね、まあ、募集のうん、方、対象の方なんですけれども、うんうん、まあ、ボーカリスト、うん、ボーカルグループ、ユニット、うん、まあ、そんな感じを、うん、考えてましてね、うんうんうん、あとなんかバンドとかね、ちょっと店の雰囲気というか、うん、そういうのに合わせましてやってるので、そういう方たちはちょっと対象ではないんですけれども、うんうん、今回ね、なんだろう、この店のイメージキャラクターになるのかな、でも、まあ、イメージキャラクターになるかもしれないですよね、知れないですよ ね、こんなおしゃれな、まあ、そう、今回そのオーディションで、ね、何名か集めてちょっと審査させていただくんですけれども、グランプリを獲得した方にはね、そう、もうこれ言っちゃいますよ、しょっぱなから、うん、言っちゃおうよ、そう、グランプリを獲得した方にはね、うん、なんと新レーベルフューチャーガイドより CD デビュー、まさかの CD デビューですね、まさかの CD デビューしちゃいますよ。いや、そうですね、それでやっぱそこね、その人だけっていうよりは、そのやっぱり審査をする中で入賞していく方々には、新メグロジェアでもライブしていただきたいとは思ってるので、まあ、まあ、デビューは、まあ、枠はまあ狭いですけれども、そう、その中でね、本当絶対みんないい方ばっかりだと思いますので、と思います。なのでね、その方たちともいろいろなんかやっていきたらなと思ってるんでね、まあ、全然その気軽にね、応募していただければね、うん、いいと思いますので、最初はね、書類選考を、ね、ちょっと今書類を集めてるんですけれども、メールのフォームが、まあ、あるんですけど、まあ、それも URL に載ってるんでね、それもよくチェックしていただければ、うん、写真とね、あと自己 PR とか名前とかも簡単にこう送っていただければ、そうですね、なんかボイスサンプルも、ボイスサンプル、あ、ボイスサンプルじゃない、なんか YouTube とかでデモとか、そう、カラオケとかでもいいんです、ね、YouTube とかアップしてる方がいたら、 そちらも送っていただけるとちょっと優位に立てるかなと、そう、そうですね、実際声出してる動画とか、やっぱりこれやってます、こんな歌歌えますよとかいうのだと、うん、ポイント高いんでね、強気に攻めてきてください、強気に攻めてきてください、がっつり来てください、はい、いや、楽しみだよ。ちなみにどんな子が来るとか、うん、予想できる、予想できる、予想しちゃいましょう。そうだね、一応全国に今回募集かけちゃってるんですよ、そう、全国、そうです、一応そうですね、全国でも、まあ、場所が目黒なんで、そう、最初は都内で中心にしようかなと思ったんですけれども、まあ、一応全国でやってます、
どうなんだろう、全国どこから来るんだろう。僕の、まあ、あの個人的な、まあ、あのお願いなやっぱそのやっぱあのちょっとあのなんていうんですかね、あのこと言葉がなんていうんですか、あのなんとか弁とか、ああなるほど、方言の話です、ね、やっぱ方言ある人がいると方言が出てこなかった、そう方言っていう言葉が出てこない、いやでもわかります、あるとそのアーティストのなんか特徴みたいのがちょっと見えて、いやいいですね、あの僕らもあの見たいなと思います、いや俺も同じこと考えてました、今俺ちょっと博多弁とかいいかなとか、なんか九州から来てほしいな、何々武士みたいなのがいいですね、そのなんか栃木とかなるともう変わってくるよね、拳がすごい、ね、ビブラートがなんかこんな風になったりとかねこうなったりとか、ね、こうなったりとか、ね、民謡じゃないですか沖縄沖縄、いやでも本当まあでも多分都内が多分多いと思うんですけどね、そうだね、都内が多いですよね、やっぱ地方だとやっぱどうしても遠い分、ね、そう限られちゃう、そう交通とかもだからまあ結構絞られちゃうかもしれないですけど、僕はね結構地方を期待してて、地方からのねあのやっぱ勢いっていうのもすごい、で多分もうねこうなんかまあ言い方悪いですけどわざわざこう来るわけじゃないですか、そうだね、その気持ちってやっぱでかいと思うんです、熱いですね、熱い気持ちがあるからこそこう遠くからも来て俺歌いありますみたいな感じ来ると思うん でだから俺はそういう人をね応援したい俺も応援したい、応援したい。僕もね、地方出身だ、長野なんでね、僕も長野、雪国。東京みんな地方からの集まりが多いですよ、ね。そう、多いから、やっぱ夢を追ってくる人が多いんでね。そういう人たちがね、うん、どんどんこう、輝いていける場っていう。いや、さすがですね、店長。この場所を作ってくれたから。ね、あれなんか反応が違う。俺結構持ち上げたつもりだった、ね。持ち上げたつもり。ありがとう。おかしいな。そうだね。この場所をね。そう僕もやっぱりこの場所が提供していただいて、ここを知ってもらいたいっていうのもありますし。あ、そうですね。そうそうそう。都内にもこんな京都があったんだ。京都こんな京都があったんだ。京都でしょ。京都の人に来てもらいたい、ね。これなんて言うんでしたっけ、この西陣織。あ、そう西陣織。そう京都の西陣織のかあの壁なんですね。なんかすげえおしゃれ。やっぱ見てほしい、その本場の方に、いやすごい感じてほしいですね、本当にあれ9年でしたっけ、店はお店は9年ぐらい、そうですね、8年目です、ね、8年目か、うん、すごい、まあ、このそうですよ、いろいろリフォームしながら、リフォームしながら、いろいろ改造しながら頑張ってます、すごい、で、その1時は書類審査で、2時はそう、1時書類審査で、2時がまあ、ね、まあ、公開オーディション、面接公開オーディションの予定でね、多分僕らがいると思うんだよね、僕らに直接会えるんですよ会えますよ、いますから、ね、お調子者がいます、お調子者が2人、審査の時はしっかりいます、もう審査はしっかりする、はい、あの審査というかもう人となりをね僕らは重視してるの で、ね、あのうん、すごいいいなっていう、うん、まあ、僕らの、まあ、もしかしたら偏見とか、うん、あのなんだろう入っちゃうかもしれない、独断偏見入っちゃうかもしれないですけど、うん、あのね、そこはねご了承いただければいやでも本当にこう人と人と このコミュニケーションですか、もう完全にオーディションって言っても、うん、やっぱりメールだけだとやっぱ伝わらないから、そうだね、実際本当に会いたい気持ちがいっぱいなんですけど、うん、僕も、うん、お話をしたいです、しかも絶対初めて会う人たちで、どっから来るか分かんない、どうしよう、知ってる人が来たら、いや知ってる人来たら俺ちょっとちょっと別行ってもらっていいですか、まあさでもみんなね募集できるから、もうそこのあなたも、そうですね、そこのあなたもぜひお願いします、オーホームで驚かしてください、驚かしてください、僕たちのこと、あのシンガーズボイス東京見てますとか言ったら、もしかしたら違う、楽しみですねシンガーズボイス東京を見てね今回の回を見て、もうちょっとなんか僕らをビビらせたくて来ましたみたいな感じの人が来たらマジビビります、いや、 やばいですね、本当に楽しみだな、いや、これを見て、で、これきっかけで来てくれる方とかもね、もちろんいると思うのでね、そういう方もね、ぜひぜひあの応募していただければと思います、ね、まあ、シンガーズボイス東京見てますって、ね、うん、備考欄に書いていただいて、うん、毎回楽しみに見てますみたいな、うん、コメントつけていただいて、こちらも嬉しいです、応募締め切りは一応3月の20日、そうですね、それまでに一応あのシンガーズボイス東京も1回3月10日かな、10日ですね、そうですね、10日であるんですけど、2週目そこでね、あの公開オーディションも1個はできたらいいなと、そうですね、今ちょっと計画中でね、あの、まあ、放送とはまた別枠で、ね、あのできたらなと今計画中なので、うん、そこはね、うん、はい、
しゃいますかね。お、ご苦労も。大丈夫です。大丈夫です。いらっしゃいませ。いや、ということでね、そう。でもさ、オーディションってさ、どう？アッキーも受けたことあるの？あ、俺ありますよ。え、どんなオーディション？あ、でもボーカルはありますよ。まあ、落ちましたけど。いや、もう落ちますよ。大手も行ったりしましたね。大手落ちて。一番のそのさ、オーディションでの思い出とかないんですか？めちゃくちゃ緊張しますよ。胃が出るかと思いました。マジで。いや、本当にこっち来て間もない時とかだったんで、しかも、何人もいるわけですよ、待ってる人が。で、徐々にこう、近づいてくるじゃないですか、自分の番が。で、こう、ゼッケンつけて、こう、ゼッケンつけたの。それさ、エグザイルオーディションじゃない？違います。エグザイルオーディション、確かここつけてた。違うっけ。あ、でもそっか、あ、そうだ。そうだよね。そうだ。あれ、そうです。それ受けたの？あ、その、あれでも、これ見たかもしれない。ボーカルオーディションじゃなかったはずです。あ、違うやつ。なんか違うやつ。劇団エグザイル？なんだっけな。あれ多分、あ、もうスクールのやつかもしれないです。特待生のやつかもしれないですね。そう、それで番号つけて、年書いて番号つけて歌うんですけど、もうすげえ緊張して、もうやばかったっすよ。審査員何人だろう？何人の前で？あ、でも審査員が、あ、なんか、そのブロックがあって、その一つのブロックに、まあ6人ぐらいいて、で、ストップウォッチ持ってる人が1人、で、こう出して、その、剥がしていくというか、その、ストップウォッチで30秒きっかり測って、うん、はい、ありがとうございますみたいな、そう歌うんですよ、30秒、そう歌う30秒。まず最初名前名乗って30秒、じゃあ321お願いしますみたいな感じで歌って、で30秒きっかりでありがとうございましたって、もうその30秒間でね、もう本当にね、自分の全てを出さないといけない。いやシンガーズボストってどうなるでしょうか。いやそんなね、多分ね、緊張しないと思いますよ。このお二人なんでね。あ、分からない。いや、何、ちょっと目でちょっと緊張させるよ。あ、ほんと。すごいことになるかもな。いや、今考えちゃった、ちょっと。そう。まあね、普段は、こんな感じで。こんな感じですけども、もしかしたらこう。碇慎二君。あ、碇慎二君。あ、君は玄度。ごめんなさい、俺ネタわかんない。エヴァンゲリオン。こうなるとも怒りですけど、もう限度こう。いやこうなってるかもしれないんでね。楽しみですね。僕らがどんな人と出会えるのかっていうのがすごい楽しみ。出会いを楽しむ、ね。いい意味での出会い。今後もね、繋いでいけたらいいなとは思います。いやでも、そしてこのね、目黒ジャヤを一緒に盛り上げていけるメンバーと、ね、アーティストになっていただくと。いや、ちなみにどんな曲歌したいとかあります？オーディションでもその人のやっぱ持ち歌と、まあ、持ち歌が一番ベストで、まあそうですね、まあ、まあオリジナル曲があれば、もちろん、ね、オリジナル曲があればオリジナルを歌ってもらって、そうですね、なければやっぱ自分のお箱だったりとか、お箱で聞かせたい曲、自分が一番思いを伝えられる曲っていうのが一番僕らにも伝わると思うんでね。そうだね。でもしその、まあ、この雰囲気に合わせるのが一番ベストなんですけども、確かにそうですね。もしなんかたまにやっぱ天の邪悪みたいな方もいるわけじゃないですか。あ、ちょっとねちょっとケンケンしてるというか、はい、まあ、そういった方は逆に自分でテーマを掲げ、まあ、その失恋の時に絶対海で歌いたい曲みたいな感じをそこを僕らはイメージするんで、そうですね、その人のイメージを植え付けていただければ、そう、僕らもそのイメージにね、うん、大事じゃないですか、そういうのって、最初の一言、大事じゃないですか。だからそういったのもやってみてください。やってみてください。楽しい、ね、盛り上げましょうよ、そこは。いやー、めっちゃ嬉しいな、ね、うん、来てくれたら、本当に。とか言いながら、もしかしたら、アッキーが応募フォームに、あ、俺がいるかもしれないで、俺がいるかもしれないんでね、一緒に座ってるかもしれないです、隣で。隣でエントリーナンバー14番。秋吉亮。なんで14番なんですか。わかんない。見えたんだよね、14番。14番に見えた。14番っぽい。そのちょっとあれじゃないですか、もう。あれ、バレンタインデーじゃないですか。あ、なるほど。チョコの、チョコの数だね。なるほどね。いや、オーディションは、まあでも、
そうだね。でこの場所でね、あのオーディション一応予定でいるんで ね、あの目黒に、まあもちろん目黒に来れる方限定というか、まあ絞られてしまうんですけれども、はい、目黒茶屋こちらの店舗にね、16時から一応17時の方、まあ間ですね、このお店の、まあそうだね、お時間もある、ね、時間もあるし、はい、あのまあ一次選考を、まあ、通過した後にです ね、その詳しいご連絡の方は、させていただきますので、僕ね、あの一次選考甘いんでこれ厳しいんですから選考甘いですけど厳しいですから、それはどうかオーディションのそのやっぱ緊迫した感じはやっぱ僕らも多分伝わってる。いやーでも僕もそういう経験者というか、まだまだ僕もそういう立場なんで、もう一緒に緊張しちゃう真剣に答えましょうそこは。そうもう本当にね、いろいろ、いや僕ね、でもアイドルとかもいいなとか思っちゃったりするんですよ。ああアイドル、アイドル、ああでもだからあえてその女性が何人かいたら、まあアイドルを組ましても面白いなとか。なるほど。それはやっぱ一人だけデビューっていうのももちろんあるじゃないですか。でもその中でも、それユニットとか、あえてこことここくっつけたらめちゃくちゃいいんちゃうみたいなとかあるじゃないですか。それが面白いなと思って、ね、自分もやっぱユニットやっててそう思うことなんですけど、なるほど、こことここくっつけたらまた相乗効果でいいものができるんじゃないか、奏でられるんじゃないか、化学反応ですね、化学反応ですね。あれケミスト、ケミカル、まあ、ケミカルの話してましたけど、まあでもね、アサイアンじゃないですか一番はやっぱ自分のもう本当ものをそこ出してもらって、ね、出してもらって、でもそのユニットなんてねやったらね、ユニット狙いで来る人がもしかしたらいるかもしれないから、僕らねユニットに、あのユニットなんで、まあもうユニットで面白いなと思ってるんでね。そう、でも今回はそのやっぱ CD 枠もかけて、デビューもかけてなんで、やっぱ一人のその、そう、ガチガチなバトルを聞きたいですね。ちょっと見たいですね。はい。CD がかかりますから、ね、デビューしかもデビューできますから、ね。僕買いますそれ。そう、なんもうその CD 買いますから買います、絶対買う。しかもお店にも置けますよ、多分置きます、やっぱお店で販売できます、絶対買う、うん、絶対僕も買います、うん、サインください、そうもうぜひサインください、いいよ俺もサイン、いやいらない、ダメか、ダメか、いらない、いらない、それダメか、いらない、俺が書いたらおかしいもんな、いやおかしい、おかしい、いらない、いやでもそうか、いや本当にね、もう楽しみなんですよ、もうウキウキして、いや、まあ、このお話やっぱいただいた時、山崎さんね、そう、山崎さんっていうそのレコードが大事な方、あの芸能プロダクションの、ね、そう、オーディションとか専門にやってる方がいるんですけど、いやお話をいただいてこういった形になって、この前ねちょっと打ち合わせさせていただきまして、ちょっと話させていただいたんですけど、ね、もうどんどん現実にこう近づいてくるか、そのなんですかね、その最初はもうボソッといった、ただのタバコとみたいなこうふわふわ浮いてたものがようやく地について、そうだ、ね、これからね歩き出しますんでちょこ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 歩き出しますんでね、本当にもう楽しみですよ、歩き出すたびに僕らどんどんね、うん、テンション上がってますね、まあ、まあオーディションもそうですけど、なんでオーディションをやりたいかって言ってやっぱもう本当にね、そのアーティストを発掘したいのと、まあ、僕がアサヤンっていうオーディションが好きだったんですよ、ね、もう憧れから入ってますから全て憧れからですからね、憧れからですよ、憧れから全て具現化されていくものですから、そう全て憧れがないものにはねどうしてもこう進めないですから、うんうん、いや、いいじゃないですか、うん、だから岡村さん、はい、岡村さん岡村さんじゃないですか、岡村さんじゃないですか、もう一人ここに、あここに、あそういる、ああのゲストがいる、ゲストがゲストがいて、そう、まあ、朝屋の司会いて、MC なんでやねん、なんでやねんっていう風に僕あんまり見てなかったその当時は、あ、そうなの、その当時はあんまり見てない、じゃああれか、モーニング娘さんとか、とかは後々見ましたけど、その当リアルタイムで見てないですよね、その僕もいろいろ興味があってこう見出して時期もあったんですけど、知らないです、すごい盛り上がったよ、やっぱりそうなんですよね、うんうんうん、今もでもやっぱそう深夜とかでやってるじゃないですか、そういう番組、うんうん、たまに見るんですけど、やっぱいいですね、ね、最近多いよね、はい、最近多いですね、うん、でそれに負けないように頑張りたいと思います、ラッキーもね多分もううずくかもしれない、いや、嫌がら、いや多分こうなっちゃいますで、いきなりこうちょっとコーラス入ったりとか、うんうん、ハモリ入ったりとかしてるんですけど本当かよ、ほんとちょっとビッグマウスですでしょっとね、ま
まあでもそういうの嫌いじゃないです。僕もね、たまにやるんでね、まあ、好きですよ、そういうの。いやでも本当にどんな歌でも、まあ、男女の比率も気になってくるな。じゃ今もしオーディションやるとしたら何歌いますか。僕ですか。はい、じゃあ僕、でも僕オリジナルです。審査員です。オリジナルですよ。オリジナル歌います。オリジナルじゃあ、30秒間ね、いいよ。ちょっと、マジっすか。これやるんすか。うわちょっと待って、はずっ。ちょっと待って、これマジでやるんすか。さえらない君に会えたこと、僕は幸せと思える。降りない二人の銀世界、白い吐息に乗せた思いをそっと君に届けたい。どこまで歌うね。もう怒りをやりながらね。いつまでちょっと歌ってやろうかな。ちょっと突っ込まれるまで歌ってやろうかなと思って。でもね、素晴らしい。こういうところでも、いや、でも僕のパートじゃなかった。あ、トシ。そう、ちょっとトシのパートも入っちゃったんで。トシのパートも入っちゃったんで。トシ今見ながらね、あ、俺のパートだけどどうする。俺のパートだけどどうする。いや、緊張した。いや、でもね、こういうもうね、やっぱね、もう若さの溢れるね、ところをね、パンってやってくれるのもアッキーの良さですよ。いやいやいや、もう本当に素晴らしい。ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、歌っていただいて。そう。まあ、オーディション来る方はもうこういう風にね、もう恥ずかしさをですね、もう捨てるというか、もう恥ずかしさなんてないですから。いや、もう全て自分をさらけ出す。そう、全て自分をさらけ出して、お客さんに届けると。もう変にこうなっちゃうと余計に緊張しちゃうんですけどね。うんうん、僕らの言うても初対面でね、自分を出していっても、俺全然、こう、すごいね、寛大なこう感じで、ね、受け止めるつもりでいます。なるほど。予報にね。構えてますね。気軽に、ね、気軽に飛び込んできていただければ。一緒に歌うかもしれないね。そうしたら。うん、あれちょっとなんか歌ってもらおうかな、じゃあ。一緒に歌うかも。じゃあ30秒間。あのね、ね。30秒間じゃあちょっと。いいよ。僕は基本的に今あれなんだよね。ポリープ手術して。いや出た出た出た。それちょっとあんま医者には歌うなって言われて。ちょっと待ってあれ。3月の27日のライブ、そう、じゃあちょっと僕代わりに出ようかな。もう掛け持ちしちゃおうから。ドキドキしますね。わかりますよ、わかりますよ。でもね、なんですか、なんですか。いや、おかしい、おかしい。楽しみにしてください。人に歌わせといて もう、ね、ドキドキさせたいんで、ちょっと楽しみにしてください。いや、27日。ドキドキさせたいんでね。そう、もう秋のライブ十分でしょ。いやいやいや、もうなんかしびようとしてやがってもまあ MC のね、2人のね、これからのね、ありますけどね。あ、でもさ、アッキーはさ、あのさ、全然話変わるけどさ、この間長野行ってなかった。全然なんで知ってんすか、なんで知ってんすか。すいません、なんで知ってんすか。この間長野行ってたよね。急に鋭角に行きましたね、今ここ。なんか Facebook つながってるんですけど。そうだ、あ、そうだ、Facebook で見てる。急に長野に、そう、急に長野に行きましたよ、僕。はい、その理由を書かないですよ。なんでだろうなって思って。そんなやらしい意味じゃないですか。ただただただなんか、なんかね、その渋滞だみたいな感じの渋滞の写真をなんで載せてるんだろうな。あからさまに渋滞の写真を。あからさまに渋滞で、なんか訳ありなんじゃないかな。その渋滞の写真を見せることによって遅刻してますみたいな。遅刻してもしょうがないですよね、これがみたいなね。なんか言ってるような気がしたからびっくりしちゃって、ちょっとそれを聞こうと思って。いや、ちょっとね、あのね、でも半分ちょっと合ってる。やっぱりね。いや、でも本当は、いや、でも本当に渋滞で、結局その予定、ダメになっちゃったんですけど。あ、そうなんだ。本当にすごい、なんか高速道路で、その先輩と一緒に帰ってたんですよ、東京に。なるほど、なるほど。で、先輩に送ってもらってたんですけど、なんか交通事故があったらしくて、高速道路で。全然わからなくなっちゃった。それで、なんかもう、全然動かなくて、何時間かかったの ?3 時間ぐらい。普通だったら1時間半ぐらいで着けるような場所なんですけど、3時間ぐらい、2倍以上ぐらいかかっちゃって。それで友達のライブがあったんですよ。あ、ライブ見に行く。そう、ライブ見に行く予定があったんですけど。優しい。それで、そう、なんかしかも
そのリリースイベントみたいな、結構そのでその主催というかメインのイベントだったんですよ。だからちょっと行きたいなと思ってたんですけど、でもこれ行けないみたいなことを送ったんですよ。でもこれでちょっと俺なんか興味がないのかなとか思われるのも嫌なんで、ね、ちょっと添付するわけじゃないですけど、渋滞でみたいな、ちょっとねもう本当に行きたかったっていうことをアピールするためにあのちょっと渋滞の写真を載せたっていう、まあ、それが本当の真実、そうだね、本当の本当です。ミスチルの歌であったよね。予防線、印の中でそれ予防線で言うんじゃないかな。なんでその遠回しに言ってきちゃって、印、予防線、印の中で確か予防線を言ってたよね。入ってましたけど、完璧予防線だったな。入ってましたけど、なぜ今出たっしょ。もうね、ダーリンダーリンだった。ダーリンダーリンでして今言いたいだけじゃないですか。ヤイダヒトミかもうミスチルかですよ。そうですね、いやでも本当なんかのね、その先輩たちと、まあこれも言っちゃいますけど、先輩たちとあの久々にね、あの高校の卓球部だったんですけど、その先輩たちと顧問を囲んで飲もうっていう話、なるほど、ワイワイ騒ごうっていう話で、なるほど、ね、書いてたんですよ、一日、いや楽しかったですよ、久々にあのワイワイできました、まあ、そういうこともね、その気持ちもね、息抜き、息抜きしてずっとパソコンをいじってるだけじゃないよって、そう、もうそれはもうね、オーディションに対して本気っていうことで、ね、本気っていうことで、ちょっと繋げ方雑、リフレッシュできたっていうことだよね。いや、ということでね、本当にね、うん、僕もね、心機一転、もうバッチバチで、バッチバチでいきましょう、見ていきますね。僕も見てます。何を見てますか、何を見てますか。何をカメラを見てる。カメラを見ながらす。カメラの前のみんな、チェケチェケ、目黒茶屋で僕と握手。サブじゃない、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 サブじゃない。ということでね、いやそうですね、楽しみにしてください。オーディション楽しみにしてください。3月10日に、新月防止統計の、ね、一緒にね、もしその処理選考等を間に合っていれば、間に合っていればですね、生放送でやりたいと思ってますので、皆さん確保しててくださいね。いきなり生ですからね。生ですからね。いきなり緊張しないでくださいよ。オーディション来る方も緊張しますからね。緊張しちゃいますけどね。うん、しょうがない。それはしょうがないですから、自分出してくださいね。ちゃんと出しましょう。ね。ということで、じゃあ、まあね、第2部もね、そろそろお時間になりましたので、ね、まあ、次回はあの通常放送いたしますんで、ね、今回ちょっとねスペシャルということで ね、あの僕ら2人でと自由にお時間をね使わせていただいたんですけれどもね、次回またね、あの新たにアーティストさんを、ね、ゲストに招きまして、またあの30分30分の1時間トークを繰り広げたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。シンガーズボイス東京でした。バイバイ。これ最終じゃないですか。こうじゃない。バイバイ。